外務省から親族に指紋が一致したとの情報が入ったのは、根室市出身の冨川芽生さん26歳です。根室市に住む冨川さんの父親は今日午前、中標津空港を出発しました。最終的に指紋で指紋が一致しましたと、まあ、嘘であってほしいということですね。おととい夜、ハロウィーンで混雑していた韓国ソウルのイテウォンで起きた転倒事故。日本人2人を含む154人が死亡しました。韓国に向かうため一度新千歳空港に降り立った冨川さんの父歩さん。事故の前日、芽生さんと LINE で連絡を取り合っていたといいます。前の日は友達と出かけるっていう連絡が来てましたからね。フランス人の友達と朝のニュースを見てスマホに電話したんですよ。出なかったですよ。気をつけなさいよって連絡すると思った。まさかね、現場に娘が行ってるとは。芽生さんは札幌の専門学校を卒業した後、札幌で就職。韓国が大好きで、その後1年ほど東京で過ごした後、新型コロナが落ち着いてきた今年6月から語学留学していたということです。冨川さんの家族は札幌で臨時のパスポートを取得した後、新千歳空港から韓国に向けて出発しました。今日中に韓国に入り、最終的な本人確認をするということです。